佐隊の加助にござります。よろしくお願いいたしますね。さあ本日はお城エキスポ2019ようこそおいでくださいました。エキスカメン、ありがとうございます。さあ我らは名古屋を世界一の観光都市とすべく日々戦をしておる400年前より蘇りし者の不集団にござれ、こたびは皆様方お城好きばかりにござりましょう。お城好きって方全員分からんとおかしいじゃろう。さかですな、ゆいにこたびは名古屋城へ来たくなるような、さらには名古屋の地へ足を運びたくなるような、そんなお話をさせていただきまするゆえ、皆様方ぜひとも最後まで存分にお楽しみくださいませ。しかしその前に我らの演武の時ぞ、皆様方にはただ見ていただくだけではなく勝ち時というものに参加していただきとうござる。勝ち時とは右手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと見た目に上げる戦勝旗艦にござる。皆様方にはこのえいえいおーを共にやっていただきとうござる。故に皆様方右手の拳を掲げてくだされ。ありがとうござる。参りますぞ、皆の者、勝ち泣きじゃそれ。えいえいおーYeah!
初代の当主前田又左衛門利家。
できない特別なものとなっておる。せよ。初めて見たものは、お、結構おいことは名古屋城に来たことないみたいですか。いや、先ほど聞いたんじゃろ、名古屋城に来たこと多かったじゃろ。結構多かったです。今まで何をしたの。あ、どうだ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 、どうか、どうか、どうか、肩の重さください。今日はお城の祭典、許してやる。はぁ、ありがとうございます。村上の摂取をすると、秀明に会いまする。秀明な、はぁ、今何度お申しました。いや、わからんけど、なんか息が切れない。申し訳ございません、秀明に会ってしまうということでございますが、今日はお城付きがたくさん集まっていますゆえに、今からは我らの拠点でもある名古屋城について皆に広く知ってもらいたいしないでございますが、まあ、名古屋城は一言で申すと新生城郭の最高峰と謳われている城郭でございます。南名も名古屋城に来たことがあるのであれば、あの金の社長が加えている天守閣を筆頭に非常に豪華絢爛な城であるということはこのためで確認が取れると思うが、昨年より本丸御殿と呼ばれる屋敷が完全復元され申して、今はこちらの方が大変な見どころでござって、土日祝日には大名行列のごとき行列を並べては多くの者が異国の者にも大変人気がござって、これを見たことあるというような本丸御殿。本丸御殿、おお、素晴らしい。はい、であること、この本丸御殿の方は将軍の宿泊施設としても利用され、後には帝の天皇の宿泊施設としても利用されたということで、他の御殿と比べてもいくつか違う点がたくさんございます。例えばでございますが、表書院、対面所、そして上洛殿と3つの区画に分かれて、それぞれ用途が分けられておる、使用の用途が。表書院というのは我々が信長様に謁見しに行くような場所、上司であったり、または他家の者が挨拶に参る際に利用する場所、そして対面所の方が身内の宴席の場として利用されている、わしとおじきが一緒に飯を食べるような場所である、ちなみに家族なんじゃここかな。じゃあ意外とな。そして上洛殿の方は何かと申すと、将軍が宿泊する施設として後に増改築された場所でございます。実はこの上洛殿をもって旧国宝第1号、昭和5年1930年に初めて城郭として国宝指定されたものなんです、やはり世界遺産並びに国宝では今日の二条城の二の丸御殿が現在非常に有名であり人気でござるけど、それを上回る御殿として今や、いや、かつてより大変重宝されておった屋敷であるということで、これを一遍今一度見に来てほしい。なるほどな。わしから言わせれば将軍の上洛御殿なんて大したことないが、将軍自体がな、私は将軍よりも偉いからそういうことです。ゆえに将軍は大したことないが、あの本丸御殿は本当に素晴らしいと。はっ、まあ我が安土の城に本丸御殿があったら花の世界一だけど、さようにございます。もちろん相手に燃えてしまいます。そうそう、わしが死んだとか一緒に一緒に上に登ってきたら一緒にあと追うように仕事に、あとこの本丸御殿の方でございますが、壁画の方も楽しめるようになっておりまして、そうじゃな、金字でできた壁画の方はむしろもよく見ておるかもしれませんが、白地でできた筋と呼ばれるものと、あとは水墨画、この3つがその区画ごとに分かれておって、当時の流行りを全て取り入れておるという、今で申せば、もう流行に敏感な御殿でもあったと。最先端で、最先端でございますよ。おじきなんかはこだわりが強かったゆえに、そういったものを取り入れようとせんかったけども、入れとる入れとる入れとりませんよ、さん入れとる、さん、わざわざ基本的に出そうことだおじきがなくなった後に金沢城は生粉を使った瓦であったりと、ようやく最新兵器を取り入れるようになって、おじきの時代までは古い考え方を古き良きものというのも行さんあるけ。なるほど、ものは企業でございますが、名古屋城は最先端の城郭であるということをみんなに知ってもらいたいと思います。そして復元工事ということは当時の作り方を真似しておるということで、あと総工費130億かかったということで、この
の状態を見れるは、今を生きる武士らと400年前の築城者徳川家康、それと全く同じものを今の武士らだけが見れるということ。いや、徳川さん、徳川さんはこれ見えておらんです。あ、死んだんじゃないですか。はは、同時に業界室で一番豪華な時代なもの。じゃあ、まだ旧南方の吉永とかいう男が見てないですか。ありがとうございます。初代の城主である。ちなみに歴史好きばかりゆえに一つ付け加えると、本丸御殿は軍規違反をされて作られた御殿なんです。なんと、もともと質素倹約の時代ゆえに豪華なものは作ってはならんという将軍の出しを無視して作ったものでござって、当時尾張藩と将軍家はこれでいざこざが起きてしまうという。さようか。ゆえに将軍家は泊まる施設として利用されたが、たった6泊しか利用しない。ぜひぜひ皆には使っていただきたい。もう徳川、こういうなんか徳川の話はやめにしよう。はは、それがようございます。尾張名古屋といえば織田家。はい、ようにございます。まだ4日も残ってございますから、名古屋市緑区に実は武士らの宿、1560年桶狭間の戦いと呼ばれた古戦場がございます。ゆえにわしは清洲城から桶狭間古戦場を越えまで信長航路と題し、南だがわしが行軍した道をたどれるように設定いたしたから、武士らのからくり聞いて信長航路、信長攻める道と書いて信長航路を検索いたせば、そちらが出るがゆえに名古屋城とともに信長航路に参ってほしい。そしてわし織田信長人気はこんなところでしょう。ネコネコ日本史、織田信長でも実はこたび来ておるんじゃ。来てネコ信長が帰ってまいる。わけわけ、わしらより黄色い感じがある。パチが教育でございます。よし、信長、はい。信長様には珍しく黒い甲冑でございますが、何番ですかこれ。やはり黒というのはかなりおつまみのでも、はは、この黒というのが一番難しかったね。そうなんだ、我々の頃は。故に派手な色でもあるけどね。せっかく我々が遊んだ間に陣形を組む。写真を撮るがよい。写真撮影、いざ開始じゃ。では、それでは我らは長い所でいつでも待っておる。また会おう。さあ、場所。